自動化 A クラス終了公演春一番に乗ってを上映いたします。最後までご覧ください。ちょっと約束が違う。
私のいるところはよく何されるかわかんないです。じゃあその代わり壊れたタイプの写真撮っといて新聞記事にするかもしれないから、いい？お、待ってよ。そんな感じするなんて、ひどいよね。でも、今の話だと証拠がないよ。証拠がないのに動画が生まれないじゃない。そうだけど、ねえ、どうするの？あのベンチは私たちの憩いの場所よ。どいてもらう放送しながら、あの子が眠ると思って。大丈夫？わからないけど、当たっていただけるよ。あの、なんや？このベンチはいつも私たちが使っているの。これ、私たちのランドセル。それがどうしたんや？反射レンガ、怖い！このベンチは私たちの放課後の憩いの場所なの。ここはバス停や！俺はバスを乗る。バスは来ないよ。あと2時間くらい。わかっとるわ。2時間もバス。俺はこのバスに乗らんと帰れへん。遊びたかったら残すわ、遊んだらええやろ。このバスの終点や。それがどないしたい。平成の病院、もういいから帰ろうよ。バスやなかって、いつもそんなの。うるさい。俺は機嫌が悪い。
ゃああいつもう戻ってこないんだ。なんか残念。さっきまで気を扱いして怖がってたのに。はい、変わりよね。ありがとう。ゴミちゃんじゃないんだけど。なんだ今日は鯨を追いかかりだったね。風の分が。あそこ、何のまた鯨を見たよね。何？風のまた鯨をって。だから、学校の推薦の詩読んでないの？宮沢賢治の風のまた鯨を。転校してきた男の子が風の声の子だったって話。これが